また一緒の学校なんて運命かも。思い出すよね、昔二人で見た朝日。何言ってんのよ。山よ山、じゃーん、クッキングストーブ。これでお湯が沸かせます。葵とお茶でも飲もうかと思ってね。っていうか高尾山にいるのはムササビじゃん。でも本当はここ火の用心の神様なんだって。受験がうまくいきますようにって。ねえお父さん、子供の頃葵と登った山ってどこだっけ。小さい子って身軽だからね。葵大丈夫。わ、私はいいから、みんな先に行って。どのクラスも何もこのクラスしかないから。あ、学年がバラバラだから基本授業は自習だよ。どうしても田舎にしたくないんだ。だからコマちゃん言うな。昨日駄菓子屋さんで買った飴、カバンから出し忘れてたの。ふん、私ももう中学2年だし、流行も追っていかないとね、大人の女性として。このまままっすぐ行ったところにトンネルがあるので、それを抜ければ目の前にあるんですけど。トンネル、気合い入れてあげたんだから感謝しなさいよ。ダイビングでしょ、ちょっと憧れてたのよね。大人の趣味って感じで、南の島の綺麗な海で大学の仲間とダイビング、まるでドラマみたいじゃない。よかった、普通の人がいてくれた。嫌というか恥ずかしくって。クルツ家は地を割り、島を本土と分断した。オハラ家は海を割り、島に海の幸をもたらした。ガランドー家は人々の体を割り、妖魔を追い出した。伝説を利用したくだらねえ権威づけだ。いいえ、人々、うん、とりあえず学校の友達とか当たってみるよ。あとは街で勧誘とかしてみるしかないかな。稲美ちゃん手伝ってくれる？料理を持っていったテーブルのお客さんが君中学生だって。ひどいよね、高校生なのに。ひどいです。まあ健全に行こう、健全に。私たちは未来のある若者なんだから、こういう火遊びはほどほどにしないとね。彼女は自分よりも明らかに不幸で、明らかに不遇の相手に相談したかったんだよ。そう、例えばは怪盗団祭りの連中はこの上を通過した時、宝石にパラシュートをつけてこの路地に投下した。いいではないか、笑われるくらい。さっき笑った連中はこう思ってる。あの可愛い転校生は何を頭のイカれたことを言っているのかとな。おう、うん、か、はじめましてですね、ご主人。メール開いてくれてありがとうございます。今日からこのパソコンに住まわせてもらいますので、どうぞよろしくお願いします。うん、本当ですってね。キーボード買ったらちょっとだけでもいいんで行きましょう。あのね、ずっと心配してたの。そうくんには連絡つかないし、あの事故でおじさんもおばさんも。うん、去年ねお姉ちゃん海外留学してたの。それで1年遅れの1年生なの。そうくんがお姉ちゃんに内緒で女の子とお付き合いなんて、そんな。昨夜は危ないところでしたね。私がいなければ今頃大変なことになっていましたよ。いえいえ、お礼はいりません。とにかくまひろさんのことはこの私が四六時中そばにいてお守りします。講義的には娯楽、英語で言うとエンターテインメント。みんなで映画の話をして乾杯してトランプしてたのは覚えてるんだけど、そこから先はあんまり。いつの間にか寝ちゃってたし、起きたら頭が痛かったし、なんでだろう。私喉が渇いて。ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある奇物のリスト、興味深いものがたくさんある。訪問ログを見るとこの女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理アスターという人が指揮したみたい。大守護者代理として、あなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。裁判団があなたたちを裁くとき、弁明の機会が与えられる。以上、無駄な抵抗は諦めてついてきなさい。あなたを信じてみることにしたよ。ちょっとそんな怖そうな人いらないよ。じゃあ護衛は本当にいらないから。違うよ。わかったよ、わかったからおとなしくしてね。
シンはどこまで護衛してくれるの？結界の外まで？死と再生を繰り返しております。凶暴なる天空の支配者、さすがは森の支配者にして守護者たる。状況は最悪です。召喚されたメガロドンはなぜか近くにあったレッサードラゴンの死骸をよりしろにした模様。あ、あんまり男子と喋らないし。あ、この前望月くんと初めて話したよ。男子と二人でライブってデートじゃない？あ、はい、いいと思います。毎日お弁当作るのはめんどくさいので嫌です。今初めて知ったことですから。確かに昔のラク様との会話の中で他に一緒に遊んでいる誰かが登場したことはあった気がします。というわけでラク様、明日父に会っていただけますか？昔から親の間でのみ婚約が交わされることなんてよくある話。ドール姫様、お久しゅうございます。ディスコティ騎士団隠密隊筆頭、雪風パネトーヌと申します。拙者も足には少々自信があるゆえ、よければ交代で姫様をお運びするでござるよ。ターンは不要にござる。私ってさ、かっこいいなって思ったらバーって燃えちゃってさ、なんか告白とかしちゃうんだよね。はぁ、あ、おためがのやつがさ、先に喧嘩振ってきたのに私が悪いって言ってエリーと口きかないんだって。でもその格好じゃ目立ちすぎるし、あそこに行けばもしかしたら喧嘩のできる友達って本当はすごく仲がいいの。きっと大丈夫。人の裸を見ても平気な顔で話しかけてくるけど。